死ぬる後さらに小となる。しかあるを死の小になると言わざるは仏法の定まれる習いなり。このゆえに不小という。死の小にならざる法輪の定まれる仏典なり。このゆえに不滅という。つまりね、滝は滝入り、灰は灰切りと同じように小は小切りなんです。決して死へ推移するための小でない。自他能所小に二つ、あらゆる二つに分かれる以前の生命実物としての小、いや要するに二つのあらゆるこうあれかこれかってね分別し二つに分ける、こういう二つに分ける以前の小ですよ。それを不小っていうんだ。無相の小、その小が小の形になっていないその小ですね。だから無相の小であり不小の小、だからその生の死になると言わざるは仏法の定まれる習いなり、この生が死になるという推移を考えないのが仏法なんだ。だからこのゆえに不生という。でまた死は死義理であって、決して生から推移してきた死じゃ、あの死じゃないね。これも自他能所生死二つに分かれる以前の生命実物としての死だ。でこれもだからこれこの生と死と二つに分かれる以前のね無相の死だ。その無相の死を不滅という。これがねだからそういうのが生命実物としてのあり方なんですよ。御命、我々の御命のあり方だ。で、ま、いつでもまっさらな、本当は何ともない現在ここの生命実物だもん。で決して滝から灰に移る、あるいは生から死に移る、あるいは迷いから悟りへ移る、そういうような推移はないんだってことですね。推移を考えるのはその結局人間の頭なんだ。人間の頭だけがその推移を考えている。本当の生命実物御命の在り方としては推移はない。みんなそれはそれっきり。で生も一時の位なり、死も一時の位なり、例えば冬と春のごとし、冬の春となると思わず春の夏と言わぬなり。結局ね、生は生切りでポツンと切れる、無双の一時の位だ。それから死は死切りでポツンと切れる、無双の一時の位、それが不生であり不滅だね。それで例えば冬が春となり、春が夏となったと言わないようなもんだけどね。冬は冬切りなんだ。で大体を絶した冬なんだ。で春は春切り、大体を絶した春なんですね。だからまた人が悟りを得るって言ってもね、その迷いが悟りになるっていう推移じゃな、そういう推移はないってことです。それでその迷いは迷いとして、これ無相の迷いだ。二つに分かれる以前の生命実物が迷ってるだけ。でまた悟りは悟りとしてね、生死名護二つに分かれる以前のその命の悟りだ。
で結局ねその小と下ってね分かれる以前この無相これ小は小の形にならない死は死の形にならないこれをみんなが生きているこれそれをねこれだからこれ形にならないんだ無相だしかしながらこれをみんなが生きてるんだっていうのみんなこうみんな我々こういうのあるこれみんなこれこの無相の命を生きてるそういう話が今度次の段の人の悟りを生む水に月の宿るが落としてこういう話になった。結局ねその迷いの修行って我々迷いの修行だと思ってるもんね。だから迷いその迷いの修行が何とか悟りを得る諸仏になりたいと思ってそれでもって、今ここのその第八段はその確かに迷いから悟りに移るね推移の話が書いてあるはずだってわけでその、大乗り気になって、まあ、読み始めたわけなんだけど今ここに書いてあるのはそういう推移はないんだ誰も彼も迷いであろうと修行は修行であろうとそれはそれなりに一切二つに分かれる以前生命実物生きてんだってことですね。で釈尊が悟られた時ね我と大地と同時浄土三千草木十戒成仏って言われたね、それとまた、まあ、さっきも言ったようにその観無量寿経にはね無量寿如来の光明摂取不捨と結局あの阿弥陀さんのお手の中だ我々ねこれ全く知ったからそうなんじゃない我々は知っても知らなくてもいや俺な何だあの阿弥陀仏なんかって俺では信じられないって信じられないっつってあたの頭で信じなくたってねそうなんな信じても信じなくてもっていうのが阿弥陀さんの光だもんで今生命実物御命っていうのはそういうもんそれみんなね俺の頭だけその物差しにその俺は信じられないからって生意気なこと言うなその俺の頭はそんな大したもんだと思ってるのがねそういうのもそういう生意気な思いを思うのも阿弥陀さんのとこからふわっと浮かんでくんだから御命から浮かんでくる。で、思っても思わなくても信じても信じなくても知ってても知らなくても拝んでも拝まなくても受け入れても拒絶してもその我々ね全てそれはそれなりにあの全て二つに分かれる以前 の、 その生命無相の生命実物を生きてあたかも水に月の宿るがごとくだ。いやだからねその点ね俺はその迷いの修行って決め込むこと当たらないんですよ。俺は迷いの修行ともう決め込むっていうそういう思いも本当は大きなあの間、その生命実物の光あれが働いてんだから法がね我々に焦点してるんだでそれぐるみ法が己に焦点し人の悟りを得る時節なんだ本当はね。つまりその無音実情ってね法華経でいう無音実情なんだ。で英語の昔から我々はその人の悟りを得る時節生きてるんだ。そして今度は八段のところをしますと人
人の悟りを売る水に月の宿るがごとし。これ今言ったように誰でも彼でも十方仏土中だ。我々もう十方仏土中にあるの間違いない。で一切ね、二つに分かれる以前の無相の何ともない当たり前の生命実物を生きてる。何もこれから深刻があってね、自力を働かせて、そして修行して、そしてその悟りをこれから得ようって言うんじゃないんだ。そうでない、もう思っても思わなくても、信じても信じなくても、その受け入れても拒絶しても、そのべったりその生命実物を生きてる。で月濡れず水破れず、これまあ今これ月の光っていうとね、今これ広大のように書いてあるけど、本当これ人間の今の人間の頭から、いや月っていうのは地球に比べれば小さいんだと銀河系に比べても小さいんだって思うじゃない。しかし今は例えですよ、例えで、まあ、お月さんは広大だとこう思ってね、その広大の光がそのあれだ、その我々に映ってるっていう話を例として引いてんだね。阿弥陀さんの光明が私に映ったからって言って、月濡れず水破れず、阿弥陀さんの光明が私に映っちゃったから、阿弥陀さん汚れちゃったって、そんなバカなことはないんだ。それからその阿弥陀さんの光明が私に映ったために、私が私でなくなったってこともないんだ。私は私の、阿弥陀さんは阿弥陀さん、広く大きなる光にてあれと、石寸の水に宿り、前月も見てんも草の露にも宿り、一滴の水にも宿ると。いや月の光は木の葉の雫やその谷川の水にもその宿るね。それでそれあの今のこの生命実物の話はね、これあらゆる比較を絶した大きさなんですよ。そのお月さんは小さいって思ってるんじゃなくて、あるいは大きいっていうんでもなし、今阿弥陀さんの光っていうのの生命実物の光はあらゆる比較を絶してるっていうんだ。毎度言うけれど、この仏法の話はあの比較を絶してるのを大っていうんだ。大きなる光であれど石寸の水に宿る、前月も見てるも草の露にも宿り、一滴の水にも宿る。今言うようにね、私の話聞きながら皆さんが、あそうだと思う、あるいははてなと思う、あんなバカなこと言ってると思う、俺はみんなそのあれだ、あのその思いそのものが天地いっぱいの御意の力の力として働いてるんだからね。それで春になればスミレはスミレの花が咲く、それからレンゲはレンゲの花が咲く。それでその場合スミレはスミレなりに春あの天地いっぱいの春を咲くんですね。それからレンゲはレンゲなりに天地いっぱいの春を咲く。で前月も見てもう草の露にも宿り、一滴の水にも宿る。悟りの人を破らざること、月の水をうがたざるがごとした。たとえ天地いっぱいのからの生命実物の力にね、我々があの 働かれながらも、これは天地いっぱいのものって言ってね、あの刻印が押されてるわけじゃない。我々本当にふっと思い浮かぶ中に天地いっぱいが働いてる。
それを俺は天地いっぱいって頭の中に浮かんでくるわけだね。それからまた悟りの人を上がたざるがごとして、悟りがね、我々あれしたもんで穴が開いちゃったって、悟りっていう穴が開いちゃったって、そんなこともない。人の悟りを軽下せざること、適度の天月を軽下せざるがごとして、いや罪悪人獣の凡夫だからって悟れないってわけでもなし、汚い水たまりでも天月が映るよ。で、深きことは高き分量なるべし、時節の長短は大水小水を検定し、天月の公共を弁守すべし。これ、まあ、道元禅師は本当に文章がうまいんだね。そのこのとこなんかもさらっとね、何気なしにこう深きことは高き分量なるべしと言って持ち出されてるけどね、これでもってもうこれ以上の以前の話ね、今までの以上の話はね、 いわば一般論言ってる。それに対してこれからの話はね、そういう生命実物を生きてる当の本人としての話にこれから移っちゃうんだね。今までは生命実物を生きるとはどういうことかという一般論が喋ってる。ところがこれから以後はそういう生命実物を実際に生きる当の本人の話に移ってくる。で、深きことは高き分量なるべし。今私が一般論としてね、結局誰でも彼でも生命実物生きてんだ、心配いらない、思っても思わなくても、信じても信じなくても、修行しても修行しなくても、何でもかんでも誰でも彼でもね、摂取不捨だ、生命実物生きてんだっていう話ね。これ確かにそうなんですよ。ところがそれだけだと思ったらそういうのを天然芸と要するに生来の自分、生まれてから以来の自分と本来の自分とっていうのをちゃんぽんにしちゃう話なね。生来の自分っていうのはどうしてもこれ結局頭の分泌物でさ、今言ったように甚だ天地いっぱいならざる思いを持って行動するんじゃない。これ本当は天地いっぱいの命を生きてることは間違いない。ところがまた同時に頭の分泌物の方に頭が突っ込んでる、甚だ天地いっぱいならざる生き方してるわけだね。だから決して誰でも彼でも天地いっぱいのとこから生きてんだっていうものは間違いない。しかしそのまんまでいいっていうのはこれ天然下道、そうでない。生来の自分は思って本来の自己とすることはできない。大切なのはこの摂取不捨中にあればこそ、この無量無変の生命実物を今ここでいかに仰ぎ出すか、現状させることね。だからどっちへどう転んでも多い命、どっちへどう転んでも多い命であるの間違いない。しかしながらそれと同時に今この実物こそ多い命と、要するところがなくちゃうんだよね。それで今この実物こそ老い命ということをですね、どれほど発言現状させるか、それが水には水の深さがある、月には月の高さがあるね。でどれほどの高さでもって合格、どれほどの深さをないのは不合格って、そんな合格不合格の話じゃないんだ。
あれかこれかって言ってね、コンピューターでもって判断できるような代物じゃないんだ。どっちどう滅んでも御命なんだから、これはどこでも御命だ。しかしながら同時に、そのどっちどう転んでも御命をどこまで発言するかって、これはまた深さ高さがある。それがね、その結局現在が現在になる当たり前の深さだ。これ本当にね、それまあ、だんだんこれまだこれからでその話が出てくる。もうここにそのあれが、さらっとこう深きことは高き分量はなるべしって、これ道元禅師はさらっと言われるね。で、時節の長短は大水小水を検定し、天月の公共を弁守するなり。しかもこの場合ね、水も月も決まったものって言ったしてあるんじゃないんだ。この結局は時節の長短の時々刻々の行の中に、この水の大小、人間の深さっていうのがね、検定されるのだし、また天月の公共、生命実物のね、その公共が弁守されるんだと思います。そのだからね、そのどっからどこまで合格、どっからどこまでは不合格って、そんなねあざとい話でない。それでそれが高さ深さっていう話です。悟りか迷いかって言ってね、損か得かっていうように、悟りか迷いかって、そんなね簡単な話でないんだ。生命っていうのは、生命っていうのはそういう流水の話。流水ならばこそ、これ皆さんのねあれです、これ光明っていうのはね、こういう一つのこの単なる個体的にあるもんじゃない。光明っていうのはね、光っていうのは、しかし明るいっていうだけで、これもうわーっとしたね、これ焦点のない、まあこの頃のあれですね、あれだとどうしても空の光見るって言うと、これもう春の光だ。これまあ北の方じゃどうか知らないけど、少なくとも京都じゃもう立春過ぎるともう明るみがね、早春の光です。この、なんとなしのっていうのは、これ私まあいつも夕暮れ散歩に歩くんだけどね、しかしながら夕暮れながら、まあ暗いのは当たり前なんだけど、それでも明るいのね、これ早春の明るさだなと思う。秋もまあこんなの余計な話だけど、秋はねその西の方だけがバカに明るい、こっちはもう全く暮れてる。ところが春はね、もう立春過ぎた頃はね、そのこっちはもう暗いんだね、東ももう暗くなってんのに、それと同じように、西は暗くなってんだけれど、東も同じぐらい明るい、つまり空全体が明るいんだね。それが春の光です。だから風さえやめばもう今いっぺんに早春だなって思う。これ春の、光と冬の光、秋冬の光と違うね。まあこれは くだらない話だけど、まあ阿弥陀さんの光もそう、我々宗教で光明っていう時、これどこっていうの、こうつかみこういうようなんだったらこれだっていう、ね、指させる。ところがそうでない、宗教の光明って言ったらもう全部が光明だ。それでだからそんなナンルックスって言って、そんなあれでもって測って簡単にこれ合格これ不合格品、そういう風な代物じゃない。でしかしながらその中にその
大水小水を検定し天月の公共を弁所するなりって、これやっぱり深さ高さあれがあるんだね。このコンピューターでこうあざとく見分けられるようなもんじゃない。しかしながらその中にないわけでない、そういうのが生命の世界です。で次、信心に法未だ散歩をせざるには、法をすでに垂れりと思い、まあここから10段です。このね、この有限的信心ですね、この我々どうせ有限的信心生きてる、それに対して無限的生命実物っていうのが充実していない限り、信心に法を未だ散歩をせざるには、法すでに垂れると思う。これ本当にね、無限的生命実物っていうのが身にこうついていない限りはね、その法がすでに垂れると思える、無量無辺の仏法というものがね、その全くまだ分かっていないんだから、それだからね、このちょうど青少年のある一時期っていうのね、何でもかんでも俺分かったっていうような気がすることがあるんだね。俺そういうのを生意気っていうその生意気な反抗期の時代だね。ところが今の時代はね、私つくづく思うけど、この今の日本人っていうのは本当に反抗期、まあ完全ないガキどものね、反抗期の時期のように思えるね。それでその全てが生意気でね、それでその今の人間得意になって、私は無宗教ですって分かったなというんだからねこういうのはね、そのそれでもってそのまま成長しないんだから困る。もう子供のね生意気はどうせ一時期なんで、それで、成長して、あバカだったなって分かる。ところがまあこれいずれ、まあこれ人間歴史としてね、長い時期から見たら、これいずれ、ああ、あの時代はバカだったなって分かるに決まってんだ。だけどその一時期に我々生きてるやつはそのバカのまんま死んじゃうんだそれは20世紀の時代はバカな、この本当に子供のガキそのものの時代だったなって後世から言うに決まってんの。ところがその20世紀に生きてるやつはみんなバカで、それで生意気なことばっかり言いながら死んでくる。それで 大切なのはね、なきたてどんな科学時代になっても拝む心、祈る心っていうのね、これがね見失うようじゃもうどうせダメに決まってんの。どうせね、我々御命を生きてんな、この御命を大切にするというね、これがご本尊様だ。このご本尊様は見失った時代っていうの、これは哀れな時代なんだ。この哀れな時代っていうことをみんな知らないからなお哀れ。でもし法もし信心に充足すれば、一方は足らずと覚えるない。もしね、そういうその天地いっぱいの御命っていうのね、それが我々に充足してくると、そうすると少なくとも自分の無知を知るね。その無知を知るっていうのは、自分がバカだなっていう無知を知るっていうことがね、一番大きな知恵なんだ。ソクラテスがね、私まあ学生時代にそういう話読んだことあるんです。ソクラテスがあの時代にね、アテナイでもって
一番の知恵者は誰かってデルフォイの神殿でもって あれしたら、そのソクラテスが一番知恵者だって言われご託せが出たんだね。そうしたところがソクラテスがそれを聞いてね、びっくりしちゃって、俺が知恵者ってアテナ一番の知恵者ってそれはどういうわけか、神様デルフォイの神様はそんな嘘を言うはずはないしっていろいろ考えた末にね、俺は無知を知ってる、グノーシーセアウトンっていうね、無知を知る、その無知を知るし、無知の知っていう、これがね一番大きな知恵 の根本だね。それをみんな無知を知らない、今の時代本当に無知を知らないからね、これほどバカな時代だ。何しろ、まあ、戦後の教育っていうのはバカを育てるための教育なんだね。民主主義とかなんとか言っちゃってさ、子供に意見言わせてんだもん、それはバカだね。子供何も知らないんだから教えてやらなきゃな、と。俺子供に教えないで意見言わせて、そして発言させてるっていうのは、みんな生意気なバカばっかりが、それがまた子供産んでんだから。いやあれだもんね、その昭和20年、今愛してるの昭和30年代の人たちがみんな子供産んでんだと思うけどね、あれはまあバカを二乗してるわけだ。だんだんこれ二乗三乗四乗ってバカが深くなっていくわ。深いことは本当にね、どうせね、無量無変の仏法の御命はね、この有限的我々の頭に入りきれるもんじゃないってことよ。それだけは分かる。そんなことは初めから計算したって分かる。私がさ、沢木老師の友達でね、愛してて一番悩んでた時に沢木老師が言ったのが、その仏法は無量無変、お前の物足りようの思いを物足りさすものであろうわけがないって、この一語だね、この一語、なるほどと思ったもん。これ何も悟らなくてもいいんだ、これ数学的頭があればいいんだ。数学的頭があればね、有限の中に 無限が入りっこない。それでそうするとね、一方は足らずと覚えるなんて、どうせ無量無変の仏法は自分の物足りさすもんじゃないんです。だから物足りないのが当たり前。例えば船に乗って山なき海中に入れ、四方を見る、ただ丸に見る。じゃあまあ船に乗って俺、まあ道元禅師はあれですね、シナまで行かれてるから、もうそれこそ木の葉のような船で、それであれ海乗り出してくんだからね、随分の心細かったと思うんだけど、それこそ大海に見るとみんなこうの水平線だけ見えるわけでしょ、丸に見えてるから。それで異なる層なしって言うんだよ。本当はその向こう側に港もありゃ島もありゃって言うんだね、あるに違いないんだけど、そういうことはみんなかすんじゃってる。自分の目で見ている限り遠方はかすむんですよ。でさらに異なる層見ることなし、しかあれどこの大海丸なるにあらず方なるにあらず、登れる海とと尽くすべからざるが、無限ってことはね、もう尽くしきれないってことなんだ、どうせね。で宮殿のごとし、洋楽のごとし、ただ我がまあまあこの及ぶところしばらくまろうに見るのみなり、結局まあ一水試験っていうけど、一つの水を見るのにその魚はその俺の住みかだと思う、また宮殿と思う、まあ結構な宮殿だって言ってね。それからあれだ、
天輪というのは瑠璃か針に見える、人間は水と見る、それからガキは火と見るというこれ一水試験だね。で今ただ我が眼の及ぶところしばらくその丸に見えるのみなり、見られただけが見られているって言い過ぎない。ところが万法っていうのはね、見られるっていうことぐるみが万法なんだ。見られただけが万法じゃねえんだ。見られるそれぐるみが万法なんだ。で人中格言、人中っていうのは世間だ、それから格言っていうのはその出世間、世間のことも出世間のことも多く様子を大切といえどいろいろなことがある。山岳原理の及ぶばかりを研修へ進むわけ。結局ねこの無量無辺の光を映しているその有限的自分だね、それの当の本人と呼んだ。だからここからね本当に当の本人の話が出てくる。当の本人がその今出会った会のものを研修へ出するんだ。それで万法の花粉を期間には放縁と見るより他に残りの会徳三徳多く極まりなく世もの世界があることを知るべし。放縁というのは四角い丸いということね。四角いんだ丸いんだって言ってね、自分の見るその自分の見る思いより以上のところに残りの懐徳さんといろいろのことがある。それで世もの世界あることを知るべし。傍らのみ格のごとくあるにあらず、時期へも一滴もしかあると知るべし。いやあのその見てる範囲のことだけじゃないんだね。あのこうその慈悲へも一滴もっていうね、本当にその私自身の慈悲への信心、この私の体の中の一つのことをね、これは血液一つでも呼吸一つでも今の頭私の頭の中にふっと浮かぶ思い一つでも、これはみんな慈悲へも一滴も無量無辺の天地いっぱいからの生命実物を生きてるんだ、こういうことね。それでまたこの間次の11段になりますが、その魚の水を行くに行けども水の際なく、鳥空を飛ぶに飛ぶといえども空の際なしって、これいわゆるその無量無辺の生命御命をその今ここで生きるね党の本人の話がこれから出てくるわけ。まあ今日は